よし。しかし風の力を秘めた障壁か。お約束だし、解除する仕掛けがありそうだな。行こっか。しかしすげえ空だな。ああ、まるで竜の息吹のようだ。うん。そして団長たちが吹かせる西風の陶器。待っていたぞ。よく来たな、フィー。シュバルツァーム。レオ。やはりあんたたちも来ていたか。打ち砕いてみせるがいい、フィー。この俺の過ちと忠誠を。なればこそお前たちは団長に挑む資格を得るだろう。わかりました。全力で行くよ、レオ。示してもらうぞ、お前たちの力を。投げ出せろ、ボルカニックハンド。チェンジだ、かぶせ。チェンジだ、牽制すんぜ。裁きを。甘いよ。崩れた。もらった。お返しだ。ええ、アークス駆動、私の番だね。せーの、やっ。はあ、とどめ。任せろや。さて、だいや、こいつはおまけだ。油断大敵ってな。行くぜ。私の番ね。光よ、受け取って。みんな
りだぜ。俺の番だな。投げ出せろ、ボルカニックハント。行くぜアークス、駆動。私の番だね。行くよ。チャンス。隙ありだぜ。ここまでやるか。任せてちょうだい。行くわよ。かっ、覚悟するがいい。アークス、駆動。カッ。上げていこうぜ。私の番だね。せーの、やっ！はあ！とどめ。チャンス。隙ありだぜ。俺の番だな。もらったぜ。チャンス。もらった。俺の番だな。我らに光を。ノブレスアーク。行くぜ。食らい上がれ。任せてちょうだい。行くわよ。オーバルディア戦起動。はあ、オーバルレーザー照射。お返し。私の番だね。せーの、やっ！はあ！とどめ。ランバト。ええ、貫け、ロゼッタアローか。行くぜ。そら崩れたな。任せてちょうだい。今だわ。もらった。いいぜ。はっ。やられたか。ほら、とっとと行くぞ。やったわ。当然だな。よし、掴んだ。破壊者。だがこれで完敗だな。子供だとばかり思っていたが。そうか、ここまでならば行くがいい。フィー、団長の待つ場所へ。シュバッツ、アームブラストも、後のことは任せたぞ。わかった、レオ。ゆっくり休んでて。責任重大だが、なんとかたどり着かないとな。
よっフィー、シュバルサーも来たみたいな。はは、待ちくたびれたで。遅かったやないか。はは、レオのやつは乗り越えたみたいな。うん、なんとかね。押し通らせてもらうよ、ゼノ。大切な家族として団長のもとにたどり着くために。フィー。はは、ほんま大きくなったな。ほんならこっちも全力で行くで。イコロされたくなけりゃ全力で来いや、P、シュバルサー。ははせいぜい気張りや。よし、開けてくぜ。行くぜ。我らに光を、ノブレスアーク。行くぜ。行くぞ。受けてみろ、侵略の十字クロスリベリオン。こいつはエグいで、ソラ。うん、任せて。排除する。チャンス。隙ありだぜ。俺の番だな。ほら、よっと。行きやがれ。チャンス。一気に行くぜ。わかった。了解だ。はっ。えへ。そこだ。私の番ね。アークス駆動。くらえや。アメ。行くぜ。アークス駆動。うん、任せて。せーの、やっ。はあ。とどめ。上げていこうぜ。やっ。おもろなってきたわ。かっ。
私の番ね。貫け、ロゼッタ。俺の番だな。ゾタマに来たで。はあ。およ。遅い。崩れたな。いただき。私の番だね。ミッションスタート、行くよ。ほな行くで。どれにしよう。決めた。まだまだ行くで。これでしまいや。ゼロサイドレインしゃらくせえ。私の番ね。貫け、ロゼッタ。私の番だね、行くよ。崩れた。隙ありだぜ。これで終わり。降参や。よっしゃ、ロックに決まったな。ま、クロウのおかげかな。ここまでやるようになってたとはな。あとは頼んだで、フィー。しばらず私もどうかあの人に最後まで付き渡ってくれや。任された。フィーと一緒に必ず。はっはっ。たく、さすが西風の連隊長か。ふっ、細マッチョだと思ったが、ここまでやりやがるとはな。ここまでたどり着いたか。団長。あのでかい戦艦を乗り越えた上にゼノとレオまで倒してくるとはな。立派になったじゃねえか、フィー。シュバルサーニ、ジーク氏もスカウトし損ねたカーバイドもすっかり腹をくくった面になりやがって。昔やがれ。って、いい加減その名はやめてくれ。地味に黒歴史になりつつあるんでな。なははは、すまんな、アームブラスト。ここまで厳しい戦いでしたが、全員の力でなんとかたどり着けました。ゼノとレオも立ちはだかったけど、最後には送り出してくれた。そして二人に団長のことを頼まれた。その依頼は必ず果たすよ、遊撃士として。そうか、つくづく思うぜ。お前をサラ嬢ちゃんに預けてよかったってな。フィー自身が掴んだものでしょう。改めて聞かせてください、あなたがここに来た意味を。総国の果てに何があるのかあなたも分かっているはずだ。苦労はひとまず免れたが、敗れた不死者がどうなるのかも。なのに攻防の言いなりになって世界を終わらす手伝いをしてやがるとはな。王を名乗ってるくせにまるで都合のいいパシリじゃねえか。痛いところをつくね。まあ流儀じゃねえのは確かだ。
別に宰相やアルベリヒって野郎に賛同してついていってるわけでもね。世界なんか終わらせちまったら戦争してなんぼの俺たちが食いぶちに困るだけだしな。だったらどうして？両兵だからかな。その通りだ、フィー。雇い主の主義や思想は俺たちには関係ねえ。いい意味でも悪い意味でもな。たかが一山いくらのはした金に命を懸けて代理戦争すら引き受けられちまう。そうして血湧き肉を踊る戦場を求め続けて生と死を味わい尽くして渡り歩く。そういう生き方しかできねえんだよ、俺たち両兵って生き物はな。真の両兵とはそこまでなのか。全言撤回するぜ。あんたは確かに両兵を、いや両兵そのものみてえだな。やっぱり戦うしかないんだね。大方アームブラストと同じ落としどころに持っていこうって腹なんだろうが、だが総国が真に闘争の果てに起こる儀式だとしたらそれ自体は避けられねえ。だったら迷うことはねえだろう。 T シュバルサーたちも報酬はいつだっててめえの手で掴み取るものだからな。全力で行くだけ。両兵として遊撃士として団長からもらったフィー・クラウゼルの名にかけて。それでいい。それじゃあ早速始めるか。そうだぜ。俺たちもサポートする。七組の家族として、王たる者の誇りと力乗り越えさせてもらおう。同じ運命にある者同士、踊るとしようぜ両兵を。さあ来な、全て受け止めてやるよ。よし、開けてくぜ。およ、食らいやがれ。ほう、うわあ、私の番ね。光よ、受け取って。みんな、さてと一丁やるか。そらそら、はこいつで決めるぜ。イルガメスブレイカー。俺の番だな。まあ任せておけ。聖なる盾、守護せよ。行こっか。せや。くらいやがれ。任せろや。さて
ツはおまけだ。油断大敵ってな。崩れたぜ。もらった。我らに光を。ノブラスアーク。アークス駆動。よっこいショット吹き飛びな。甘いよ。崩れた。そこだ。俺の番だな。行くぞ。下がれ。私の番だね。せーの、やっ。はあ。とどめ。強化する。はっ。任せてちょうだい。貫け、ロゼッタアロン。チャンスよ。そこだ。甘いよ。崩れた。私に続いて。おや。はっ。や。いいだろう。ソラ。大したもんだぜお前ら。行くぞ。受けてみろ。侵略の中心クロスリベリオン。任せて、ミッションスタート。行くよ。はっ。っ、私の番だね。アークス駆動、任せてちょうだい。行くわよ。さてと、いっちょやるか。そらそら。はあ。こいつで決めるぜ。イルガメスブレイカー。マジかよ。行こっか。やっ。ありがとうよ。私の番だね。せーの、やっ。はあ。とどめ。いいぜ。バトンタッチだ。俺に任せてもらおう。竜巻を投げ払え。よっ、行くぜ。とどめだ、トールハンマー。たまいよ。行くぜ。
我らに光を。ノブレスアーク。およ、こいつはどうだ。動くな。ま、行くよ。崩れた。ガイウス、行こっか。ああ。はっ。よっ。よっこいしょっと。吹き飛びな。甘く見ないで。ええ。行くわよ。ドラー。任せて。チャンス。ここだ。ええ。ごめん、お願い。任せろ。マイル。うなれ。螺旋撃。崩れた。隙ありだぜ。俺の番だな。遅い。崩れたな。さあ一気に決めるぞ。分かった。任せてくれ。さあ。俺の番だ。絶空宝玉の力、思い知るがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ、その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。バッチリ決まったな、リン。ああ、クロウのおかげでな。やるじゃねえか、リン。シュバルサー、アームブラスト、カーバイドに守護騎士も。こんなに上がれる戦場はバルデル以来かもしれねえな。楽しいのはこっちも同じ。昔バンのみんなとバトルロイヤルで遊んでもらった時を思い出すかな。で、どんな危ねえ遊びだ。だが、ここまで戦えば総国の場が整ったか。ふふ、なるほど。ようやく始められるわけだな。七の鬼神同士の奪い合い、その第二総国ってやつを。行くぞ、ゼクトール。よかろう、両兵を。こっちもだ、シュバルサー。
私の出番はここまで。あとはリーンとクローに任せた。どうなっても後悔しない。だから団長をお願い。フィー、分かった。来い、バリバール。来な、オルディーネ。最後の大勝負か。お前らが相手なら文句はねえ。一花咲かせてもらうぜ。受けて立つぜ両兵を。ああ、フィーの分まで。いざ参る。さて、そろそろ幕引きといこうか。行くぞ。今だ、隙あり。およ、そうだ。ガラ開けだぜ。そうだそうだ。行こっか。行くぞ。はあ、およ、そうだ。はあ、くらいやい。え、よっ。およ。
心を聞かせ。さてと、一緒やるか。こいつで決めるぜ。イルガメッシュコレイト。たく、しまらねえな。シュバルツァ、アームブラスト、ゼクトールもよくやってくれたな。ああ、我も悔いはない。団長、やはり不死者は。リン、やれそうか。ああ、クローの時みたいに、なんとか力を押しとどめれば。え？おい、何のつもりだ。ふざけてる場合じゃ。いいんだよ、これで。最初からそのつもりだったしな。もともととっくに死んでる身、女神も待ちくたびれてるだろう。くっ、つってもすぐに煉獄に蹴り落とされそうだが、引き時くらいわきまえねえと年長者として格好がつかねえだろう。そんな泣くな、フィー。せっかくなら笑って送ってくれや。これでも満足してるんだぜ。若い頃から各地の団子を渡り歩いて、気の合う奴らと西風を足し上げて、バルデルとも決着がつけられた上、娘の成長した姿まで見られたんだ。まあ、その点だけはアルベリヒに感謝する必要があるかもしれねえな。あの痩せっぽちでぼーっとしたちびすけがここまで育つとは。お前が俺を人の親に、いや人間にしてくれた。ただ血と荘園にまみれるだけだった外道の人生を
一瞬で変えちまったんだ。ありがとな、フィー。団長。お礼を言いたいのはこっちの方。団長が拾って育ててくれたから、あの頃があったから今の私がいる。だからありがとう、お父さん。こいつはいいメイドの土産ができたもんだ。ゼノ、レオも世話になったな。お前らが吹かせる次の西風、煉獄で楽しみにさせてもらうぜ。団長。ああ、見ていてくれ。じゃあな、フィー。いつまでも達者でいろよ。シュバルサー、他の連中もおかげで楽しかったぜ。娘のことをよろしくな。バリマールが新たな形状に。そうか、これが総国の。ああ、さよなら。